えー、日目ですこの話題で申し訳ないんですが、えー外,力ま、外力でヘズマはキャラを演じてると言ってましたがここ最近の動向を見てると本当にクズだと思います今でも演じ続けているだけなのか近くで見てきた王子なら分かると思いますが教えてください、まあ、ヘズマっていうのは正直二面性があると思っていて確かにプライベートで会ってる時は別に何か悪いやつじゃないんですよ、まあ、だから僕はその青汁ハウスにかくまってあげたっていうのもあるんですけどただやっぱそのやってることを見ると、まあ、結局のところクズマで ですね。 クズマって感じです。はい。あのー、まあ、なんか一般常識が大きく欠如してるっていうか、常識から遠い存在にいる,いるんですよね。うん。まあ、じゃないと、あの、魚の切り身事件だったり、オフパコ事件とか、今、ホームレスやって物語みたいなことやってますけど、そういうことやらないと思うんですよね。で、最近ツイッターでね、まあ、僕もね、あの、関わらないといやっぱりリスナーから送られてくるんですよ。で、見たら、なんかその布団がね、渋谷のね、渋谷でホームレスをやっていたら、布団がびちょびちょになってたから、 ななで寝れなくなったと一生懸命頑張って生きてる人に対して失礼だお金がなくて本当にギリギリの生活なのにもう生活できねえみたいなことを言ってたんですけどいやいやお前あのネットを通じてネット物語やって聞 一日10万ぐらい稼いでるじゃんみたいな <laughs>。お金ねとか嘘じゃんみたいな。だから平気で嘘をつくようなやつなんじゃないかなと思ってるんで、僕はえともう二度と関わることもないだろうし、この話題については基本的にもうしたくないです。はい。ただ、えっと、今も騙されてる人がたくさんいるんで言うんですけど、嘘です。はい。だって一日スパッチ10万もらって、月300万もらってぐらい稼いでるんで、このペースでいくと。ということは、普通の皆さんよりね、稼いでる可能性もありますよ、クズマが。でも、 ヘズマのことを唯一肯定とは言わないんだけども、ただ現実的に唯一肯定してしまうとすれば、悪名を無名に勝るってこういうことなんですよ。悪名って本当に無名に勝るんだなっていうのは、クズマを見ていて僕は勉強になりました。どんなクズで、どんなにダメなやつでも、やっぱり知名度があるっていうだけで、どっかのそのなんかそこら辺の矢島はね、バカみたいにお金をあげたりとかスパチャを送ったりするじゃないですか。まあね、そういうことですよ。 人の悪口言うなよ。いや、もう人の悪口人、もう、もうクズマに関しては人じゃねえと思ってます。はい。まあだから僕は、えっ、ー、と、最近、クズマのことをヘズニーって呼んでます。ヘズニー。あの、青汁王子ハウスに行った時に、ね、なんかオフパコ相手の、からの手紙の、に呼ばれていたヘズニーって書いてあったんで。ヘズニー、今日もありがとうって書いてあったんで、ヘズニーって呼んでます。はい。だヘズニーは、もう立ち悪いっすね。はい。やっぱヘズニー立ち悪いっす。